ジュネーブ州の1、ジュネーブ州の紋章ジュネーブ州は、スイスの関東。人口は48万4736人。州都はジュネーブ。45の自治体に分かれている。第一公用語はフランス語。略語は GE。スイスの26州の中でも、州政府、州議会などの機関の権限が大きく、強い自治権を行使している州の一つでもある。 ジュネーブ州の地図ジュネーブ州はスイスの西端に位置し、ほぼフランスに囲まれる形になっている。また、州の東北境はレマン湖に面している。サボは地域の小規模な自立国家都市であったが、1535年に共和国となり、1536年にはカルバンの亡命を受け入れるなど、一躍国際都市として注目されるようになる。カルバンの到着以来、 16世紀半ばからは主に、フランスやイタリアから、数多くの新京都が移住して、時計産業、銀行業をはじめ、経済的にも発展を見せた。このような新京都の国の発展を警戒したサボア公カルロエマヌエール一世は1602年12月11日から12日にかけての夜、軍隊を結集して、野襲をかけた。夜明けまで続いた戦いは、 ジュネーブの圧倒的な勝利に終わり、以来、ジュネーブはこの地方で、揺るぎない地位を築くことになる。この、エスカラードの戦いは、現在でも12月の第2週末に、エスカラード祭として祝われ、ジュネーブで最も賑やかな祝日である。1685年のなんとの直令撤廃に、伴い、フランスからの新京都の流入は一層多くなって、18世紀には、ジュネーブは、 飛躍的な発展を見せた。人口の急激な増加により、正常不安となっていたジュネーブは、1798年にフランスに併合される。ナポレオン・ボナパルトンの敗北を待ち、1813年に再び独立する際、スイス連邦加入の交渉を始め、元サボは領のカルージュなど、近郊諸都市と共に1815年にスイス連邦の一員となった。 1846年の革命によって、ジュネーブ共和国、州憲法が成立し、現在に至っている。19世紀にはその中立的な立場から多くの移民を受け入れ、また1864年には、アンリ・デュナンの主導で、赤十字国際委員会が発足、ジュネーブで最初の国際機関となる。第一次世界大戦後、ジュネーブに国際連盟本部が置かれ、以後、 世界でも有数の国際機関の集約地となった。現在は常日の赤十字国際委員会、国際連合ヨーロッパ本部をはじめ、国際連合人権高等弁務官事務所、国際連合人権委員会、国際連合難民高等弁務官事務所、国際連合エイズ合同計画、国際連合人道問題調整事務所、国際連合貿易開発会議、 国際電気通信連合、国際労働機関、世界気象機関、世界保健機関などの本部が置かれる。このような背景から、人口50万人ばかりの小さな州であるが、日本語在住ネーブ領事事務所のほか在住ネーブ、国際機関日本政府代表部を置いている。経済力の強い都市であるが、フランスから近いため、フランスからの越境労働者が多数存在する。 EU の支援源協定は、人の往来の自由化を保障しており、スイスでは、企業がスイス国籍者を優先して雇用する義務もないため、全くの制限なく外国人がスイスに通勤することを可能としている。統計によると、全労働者の4分の1がフランスからの越境労働者であり、この状況に、ジュネーブ市民は、 多くのスイス人を生活保護へと追いやっていると反発している。ありがとうございます。